フリードリ・ヒホン・アマーリングは、オーストリアの画家である。1835年から、宮廷画家として働いた。フェルディナント・ゲオルク・バルト・ミューラーと並んで、19世紀のオーストリアの代表的な肖像画家である。ウィーンで、金・銀細工師の息子に生まれた。1815年から1824年の間、ウィーン美術アカデミーで学んだ。はじめクリーバーに版画を学び。 その後、フーベルト・マウラーやグゼル・ホーファーに歴史画を学んだ。1824年にプラハに移り、1826年までプラハ美術アカデミーでベルグラーに学んだ。1827年から1828年の間はロンドンで暮らし、肖像画家トーマス・ローレンスの影響を受け、さらにファリに移りオラースベルネと働いた。 1828年からウィーンに戻り、王族や貴族、資産家の肖像画を描くようになった。1829年に、ウィーン美術アカデミーの賞、ライフェルプリーズを受賞した。その後もしばしば、イタリア、オランダから、スカンジナビア、エジプト、パレスチナまで旅して修行した。1878年に爵位を与えられ、アマーリング巡断尺と名乗り、ウィーンで、 最も尊敬される画家となり、文学者やフランツリストのような音楽家がアマーリングの屋敷を訪れた。ありがとうございます。